臭くない。持ってくか。ねえ、ジョエルは？北で感染者が目撃されて。マリアに言われてトミーと警察して、うん、ついてないね。ああ、ほとんど寝てないだろうな。少なくともお前よりは。うるさい。起きるとこだったし。ほんと忘れ物は？ないよ。朝からお前の噂で持ちきりだ。はあ、なんで？お前がディーナにキスしたから。向こうがしたの。それ見たセスがお前にひどいこと言って。そうで、ジョエルが殴って小突いただけ。
それでなんでお前がジョエルにキレるんだ。夕べはどうかしてたの。なるほどね。マリアが話したいって。どこにいるの。食堂。セストのこと。さあね。いなかったことにしといて。無理。この裏切り者。ひでえ。ねえ、私たち平気だよね。俺たちか。心配すんな。ディーナに未練はない。そっか、ただ誤解してほしくなくて。エリー、平気だ。気にすんな。ありがとう。これなら直せそうだ。うん。エリー。エリー。どうもおじいちゃん。ほら気持ちいい。もう何日か滞在したら湖に行く。エリー、子供たちがスケートできる。まだ小さすぎるでしょ。警備の意思、次俺だろ。一生町に閉じ込めちゃいけないだろ。ただでさえこれから怖い思いをするのに。湖で怖い目に遭う確率は低い。よし、行くぞ。前からあの二人はいい感じだったって話。だからジェシーと別れたって。あの二人。女はそういう。来たよ。あ、どうもエリー。おはよう。よし、そしたら。ジェシー。内臓を。ああ、どうも。膜から剥がしてあげるんだよ。この幕だ。うん。宿もたくさん集めれば、二三日もしないで終わるだろう。わざわざみんなに手伝ってもらうなんて悪いよ。それじゃ一人で屋根直すんだ。今日は借用書で済ましてやるが、来週はちゃんと取引できるようにしろよ。いいな。もちろん。どうもどうも。ほら行け、忙しいんだ。
あえず大通りは避けて脇道の方を除雪していけばいいんだ。ああ待った方がいい。また雪が降りそう。朝飯食ってくか。いらない。マリアは奥だ。どれよ。エリー待ってたのよ。セスがあなたと話したいって。私は頑固親父と話す気ない。聞いてあげて。お願い。分かった。セス、セス来て。最低。よ。ああ、その昨夜はちょっとばかり飲みすぎちまって。だろうね。これでも謝ろうとしてんだ。ディーナと巡回に出るって聞いてな。それってサンドイッチ作ったんだ。あ、そう。ステーキ入り。ありがとうセス。ああ、まあ、その気をつけろよ。どうも。感謝するわ。それなんだよ。おっさんのサンドイッチ。うん、いい匂い。あげる。マジで。マジで。外まで送る。いただき。これもらっちゃおう。
向こうでトミーとジョエルと交代して、二人ともしばらく戻ってないし。合流場所は北西の監視所よ。午後には到着するはず。気をつけてね。近頃感染者の目撃情報が多いし。分かってる。じゃあ登山道の巡回は他の奴に任せるよ。エリー、行ったことある？あんまり。ディーナは慣れてる。二人に行ってもらうよ。じゃあそうして。エリー、ちょっと話せる？何？ジョエルとうまくいってないみたいだけど。マリア。ジョエルは心配してるの。決してあの人はあなたを。平気だって。本当に？うん。そう。なら、いいんだけど。気をつけて。どうも。おい、ディナ、当番だぞ。ちょっと待って。お前の彼女、厩舎に連れてこいよ。やめてよ。ねえ、ディナ、ちょっと話せる？ごめん、みんな、もう行かなきゃ。いつ戻るの？どうも。どうも。あのさ、昨夜はあんな風に消えたりしてごめん。ああ、別にいいの。気持ちはわかる。私も後悔してるんだ。なんで？そもそも私が誘ったわけだし、それに何も。どうしたの？遅えの？嘘ガキ。絶対仕返ししてやる。覚えてな。暗いな。見えてるよ。負けそう。ずっと賢いやつら。痛かった？なあ、ざまあ見ろ。これでも食らえ。これでも食らえ。丸見え。いった。今のずる。こっちこっち。髪に雪ついてるよ。仕事があるの。嘘な。でも自業自得ってやつ。うん、行こう。
それでジェシーが登山道に行けってさ、あいつはジョエルたちと交代。え、一緒にしてくれたんだね。いいルートだよ。おはようさん。おはよう。お嬢さん方、今連れてくるよ。ありがとう。ほら、やめて。もう終わるから。よし、いい子だ。お、来たな。どうも。おいで。ほら、行こう。キラリ、元気？ああ、やっとお出ましか。はいはい。プレゼント。お前にも。ゲートを開けろ。みんなよく聞け。いいか、いつも通りだ。担当区域の日誌に記帳して、感染者がいたら倒す。厄介な状況に出くわしたら帰還しろ。慎重第一だ。よし、出発だ。よ、何の夢見てた？寝言言ってた。いつもの歯ぎしりしてたから。外行ってたの？準備しろ、見せたいものが。何？いいから。来いよ。こっちだ。寒い。日が昇ってからにした方がいいんじゃないの？その方が暖かいし。ダメだ、待てない。何なのか教えてよ。どうしても見せたくって。
そもそもなんで一人っきりで外にいたわけ？眠れなくてさ。あんたも？南に行けば行くほど平和って感じだよな。ねえ、このままメキシコまで行っちゃわない？考えたことはある。マニーの地元でしょ。ああ、でもあいつ絶対あることないこと言ってそう。そうだろうね。暗い中ここまで来たの？ああ、ほら来いよ。こんなことしてたら今日の移動でバテちゃうよ。すぐ着くからさ。メルは平気なの？ここ最近元気なさそうだけど。平気だよ。どうしたの？なんか変だよ。俺はいつもと同じ。メルと別れるとか？あ、まさか。ありえない。うわ、のろけは勘弁。やめて。ほっぶの。はいはい、あんたは身軽だね。知ってる。ちょっと嘘。大丈夫。高すぎ。ほら、やば。おい、こっち見ろ。アビ、下見るなって。オーウェン、戻る時もここ通るの？恐怖を克服するチャンスって思えばいいだろ。あんたのこと蹴り上げてやりたい気分。お前、凶暴すぎ。ここ？到着。待ってよ、あれって町？ああ。誰かに話した？まずお前に見せたくて。武装した見張りが町から移動してた。あそこに他にも拠点があるし、電気も通ってる、銃もあるし、人も多い。どうにかする。そうか。奴がいるとしてどうする気だ？例えば巡回してる奴から場所を聞き出して、あいつをおびき出してみるとか。ああ、そうか。当然あっさり教えてくれるだろうな。任せればいい。冗談だよな。じゃあどうすんの？ねえ、なんか変だよ。メルに子供が。ああ、そっか。それだけじゃないんだ。じゃあお祝いだね。これを見たらみんな帰りたがるぞ。説得できるよ。でしょ？信じた私がバカだった。アビ、俺だってやりたいよ。でも死人は出せないな。やめて。ロッジで待ってる。
どうでもいい。自分一人でもやる。メルが妊娠？うわ。生きてる？かなりたくさんいる。邪魔。場所確認しなきゃ。
ずいってば。うそだ。監視所はどこ？OK。 近くにあるはず。
明かしてきた。道はどこ？馬の後で見回りはどこ？
こっち。ついてくよ。より戻さないの？ジェシーと？まさか。長い付き合いでしょ。ジェシーはいい人だし、ご両親も好きだよ。これからもずっと仲良くしたいけど、マンネリ化しちゃってたし。なんで今までこういう話しなかったの？そうね。でも自分だってキャットの話したことないでしょ。だって話すことなんかないし。ひど。彼女のことあんまり好きじゃなさそうだったし。単に興味なかっただけ。あ、そう。彼女アートの才能はあるんじゃない？そのタトゥーも結構気に入ってるよ。うわ、嬉しい。でもお似合いじゃなかった。なるほど。何？別に。ヒラリー繋いで。ねえ、いいもの見せてあげよっか。自分の顔って言いたいの？私の美貌にかなうものはないでしょ。はいはい、ほら行くよ。こっちだよ。どう？この景色。悪くないね。
このルートの特権。署名しないの？来て。バカ。誰とこのルート回ってたの？ジェシー？友人。へえ、友人とね。面白いやつだったよね。そうそう。あの人に配線の直し方とか教わったんだ。私もあんな73歳になりたいな。73まで生きられるならね。署名して。ここ何なの？ああ、電波塔だったみたい。ねえ、この水パイプ友人の？あ、私の。くれたんだ。あれ今持ってないの？ああ、持ってない。友人は切らせたことなかった。これでよしと。来て。この先の町が終点。ほら。あれが町かな。大きい塔があるとこ？そこが次の監視所。あれってスーパー？うん、そこを通り過ぎれば町に到着。吹雪いてるみたいだね。そり滑り楽しめそうだよ。そうだね。な、スキーロッジあった。トミーとジョエルのルートか。うん、そうだね。馬のところに戻ろう。もしかして昨日も同じ服着てなかった？汚れてないから。気にしてないよ。ただのパトロールだし、おしゃれする必要ないでしょ。決まってるよ。どうも。
お待たせ。行こう。死ぬなら友人みたいに死にたい。脳卒中で？違う。ほら、老衰で長生きするの。エリーが？ありえない。無鉄砲すぎて無理。それ自分のこと？は？エリーは絶対雪の中でスニーカー履いて凍傷にかかって死ぬね。今日はブーツ履いてるし。リーノはどうせ。ああ、私が言う。エリーに殺される。ごめん、落ちちゃった？違う、違わないけど。ごめん。家調べた方がいいかな。平気そうだけど、使えるものはありそうだし調べてみる。ここってどんなとこなの？よくある無人の町ってとこ。感染者はここまで来ないんだよね。外周で見つけて倒しちゃうし。トレーラー最高。ちっちゃな動く家か。本当にこれに乗って旅行してたのかな。当然するでしょ。まあ感染が発生する前ならもちろん国中回っちゃうけど。海外に行くのもあり。そのうち行けるかな。なあ、夢見るのはただ。ジェシーがよくカナダの話してた。カナダにある超巨大な滝を見に行きたいんだってさ。へえ、根っからのジャクソン子が。誰でも夢はあるでしょ。今夜の予定は？ああ、今夜はジョエルと一緒に映画でも見ようかなって。仲直りしたんだ。うん。ジョエルと何の映画見るの？お気に入りは？ああ、カーティス&バイパーズ。私も前から気になってたんだよね。ええ、そうか。80年代のくったらないアクション映画。ジョエルがハマってて。うわ、私も結構好きだよ。ディーナは夜何するの？何人かでこっそり抜け出してそり滑り。楽しそうだね。うん。その後会わない？ああ、そうだね。
じゃあギター弾いてあげる。オッケー。かわいそう。それってどんな話の映画なの？二人の特殊部隊員が悪い奴らをぶっ潰す話。確か2ではロシアのスパイと戦うんだっけな。思ったよりその映画興味あるかも。それで若い方がバイパーで忍者なんだよね。めっちゃくちゃ強いんだ。一作目ではその人何歳だったの？10歳。またそのシリーズ何本出てるの？4本だったかな。うわ、ジョエルは映画館で最後の見たって。ヤバすぎ。すごっ。まだ映画作ってる人ってこの世にいるかな？絶対いる。どうしてそう思うの？うちらと同じ状況かもよ。生きるのに必死でさ。でも私も曲書くでしょ。カメラさえあれば。ちょっと待った、エリーのオリジナルソングあるの？なんで聞かせてくれないわけ？ねえねえ、一曲弾いてよ今夜。考えとく。やった、これ持ってない。これってエリーのハマってるスーパーヒーローカードじゃない？そうそう。
落ち着いて。やった。何なのこれ。うわ、くそ。感染者にやられたんだ。ヘラジカって何匹いたら殺せる？一匹じゃ無理。どこに隠れてんだろう。見つけてやろう。また血だ。くそ。中にいるね。どうやって入ったんだろう。それより入り口探さない？ディナ、こっち。どうしよう。冗談でしょ。ハキ、うん、今のかっこよかった。ありがとう。バリケードで塞がれてるのにどっから入ってきたんだろう。なあ、さっぱりわかんない。今まで倒した感染者の最高記録は？最高記録は1年くらい前でジョエルと一緒にいた時、確か12匹。自分は？最高20匹。さっき群れがいたよね。マジ？今日その記録破れるかもよ。ディナ、こっち。またいた。音立てないで。それじゃやる。
うん、みたいだね。スーパーにいるのも倒さないと。建物の周り見てみよう。入り口あるはず。エリー、手伝って、上見てくれ。今行く。登って。ねえ、屋上には穴開いてるよ。ほら。ありがとう。ほら、ね。本当だ。入る方法を探そう。リーナ、こっち。エリー、噛まれてない？うん、かすり傷。死ぬなら感染じゃなくて寿命で死んでよ。その顔打つ羽目にはなりたくないし。わかった、よろしく。屋上に行けそう？どうだろう。こっち。入った。ねえ、アルコール発見。布も見つけた。ほら、これで手当てして。
胞子が飛んでるね。マスクつけて。オッケー。分かってる。その顔打つ雨になるのは嫌だからね。うわ、優しい。胞子飛ぶほどずっとここにいたんだ。感染進んでるやつに気をつけて。ここもスーパーの一部？そうね、スーパーの上じゃない。ねえ、一階に降りよっか。
奴らほんと気色悪い。他の場所にもいないか確かめてこ。そしたらとっとと脱出だよ。それ私のセリフ。エリー、ドア見つけた。手伝って。腰落として。プレゼント欲しい？ちょうだい。あげる。ありがとう。気をつけてよ。はいはい。結構な数いるね。どうする？ランナーからやる。
動いてるやついる？ゼロ。私たち何気にすごいかも。だね。数聞いたらみんな驚くよ。よし、次の監視所行ったらいい加減休もう。頑張ったし。賛成。出口あるよね。そっか、それじゃあこうしよう。私を屋根の穴めがけて投げ飛ばして。はいはい。ケーブル。オッケー。よし、これ使えそう。いけ。
やったね。よし、兵器装行くよ。登るとき気をつけてね。風強いから。吹雪いてる。監視所までどのくらい？次の町のすぐ先。のあとついてく。ごめんね。頑張って。ほら行こう。ディナ、ねえ、まだなの？ディナ？ディナ！くそ。ディナ、どこにいるの？閉めてくる。来たことあるの？通りがかったの。入るのは初めて。それじゃ安全か確認しよう。